楽しい一年生は、かつて存在した、日本の学年別の総合雑誌である。編集、発行講談社。講談社の開本シリーズとして、学期ごとに発行した書籍、楽しい一年生、国民学校楽しい一年生、同じく同絵本シリーズの、楽しい一年生を前身とする。1956年9月月刊誌か、1963年3月。 休館。本校では、追って創刊されたが短命に終わった、楽しい2年生、楽しい3年生、楽しい4年生、楽しい5年生、楽しい6年生についても衝述する。休館後の時期に、かつて存在した、同社による同名の小学校入学準備雑誌については、大日本郵便会講談社が、第二次世界大戦後の、講談社の絵本の前身となる、 講談社の開本のリリースを1936年12月に開始し、その2年後の1939年4月、同シリーズの第104巻として、尋常小学校への新入学に向けた書籍、他の C1 年生を発行したのが、そもそもの始まりであった。監修に迎えた、東京高等師範学校訓導であった、教育学者の田中豊太郎。 東京市緑神城小学校第六代校長の福島鶴吉東京目白保護学校の創立者和田実を迎える1945年の第二次世界大戦後は野間昭一が四代目社長に就任し、講談社の開本は講談社の絵本と新事態になるとともに通感を改め1950年3月15日には戦前と同じく楽器 はじめごとの書籍として、楽しい一年生第一学期を刊行した。このシリーズは、1956年3月発行の、楽しい一年生第一学期まで続いた。当時の編集長は、常務取締役編集局長の高村し成なりで、あった。この時点で、同社は、戦前戦後を通じて、講談社の絵本シリーズをはじめ、書籍においても雑誌においても、 小学校一年生向け以外の学年史は、まだ発行していなかった。同年9月2学期の開始に向けて、同シリーズを月間し化し、楽しい一年生を、創刊、創刊号を9月号とした。同誌が対象とするのは、1949年4月2日から1950年4月1日生まれの学年で、これは第一次。 ベビーブームにおけるピークを示す時期を含む学年であった。幼稚園児に対しても同年1月から子供クラブを幼稚園クラブと解消していたが、楽しい一年生創刊後の同年12月には楽しい幼稚園と改め、使命を連携させた。この新たに創刊した楽しい一年生には、監修者に当時東京教育大学教授でありのちに、 和光大学を創設することになる、梅根悟る、東京大学教育学部教授の介護と清美、東京学芸大学学長であった、教育学者、木下和夫の3名を迎え、創刊号には、監修者の言葉をお母様へ、を掲載した。同創刊号には他に、剣道家の佐藤宇吉が、お母様方が待っていた、雑誌、戦前の綴り方教育で知られる、松本正勝が、 新学習雑誌に期待する東京教育大学の山田久氏が優れた学習雑誌、同じく教育学者の内田博が一年生の栄養になる雑誌といった3次推薦文をそれぞれ掲載し、同社の野間昭一が社長名で新しい時代に新しい学習雑誌をという一文を掲載している。1961年1月発売の 楽しい一年生一月号史上で、長田武丸が同誌に連載していた、びっくるくんが第一回講談社児童漫画賞を受賞したことを発表、受賞作家の長田についての紹介記事を掲載している。1963年3月、前年度の各学年末に向けて発行された3月号をもって、すべての学年史を休館する。 出版年間1966によれば、小学生の総数のピークを過ぎたことが、登壇者の学年史事業の整理の一因であるとし、児童向け雑誌の乱立時代は過ぎたと総括している。したがって、同年4月に小学校に入学する、1956年4月2日から1957年4月1日生まれ、の学年は、リアルタイムで楽しい1年生並びに、 高段者の学年誌を手にすることができない最初の学年となった。1956年度の始まる1956年4月に小学校に入学した1949年4月2日から1950年4月1日生まれの学年を1949年度生まれと呼ぶとして同学年の児童たちが入学を目前とした同年3月には 講談社の絵本561として、楽しい1年生第一学期が発行された。同年9月に、月刊誌、楽しい1年生が、創刊、翌1957年1月には、楽しい2年生及び、楽しい3年生、1958年4月には、楽しい4年生、1959年4月には、楽しい5年生、 1960年4月には楽しい6年生がそれぞれ相関しており、同学年は1961年度末の1962年3月の小学校卒業まで休館を見ることなく講談者の学年史を教授できたことになる。この1949年度生まれの学年より1学年早い。 1948年度生まれ4月2日から1949年4月1日生まれの学年の児童たちは、講談社の絵本としての楽しい1年生第3学期を講読した後、2年時に進級する1956年4月になると、講談社が講読対象とする学年誌がなかったが、3学期を迎える翌1957年1月には、 楽しい2年生が創刊され、同年4月からは、同志と同時に創刊された、楽しい3年生を講読することができた。その後は、この学年が進級する4月ごとに、楽しい4年生、楽しい5年生、楽しい6年生がそれぞれ創刊しており、同学年は、1960年度末の1961年3月の、 小学校卒業まで2年時の空白期を除いて休館を見ることなく講談社の学年史を教授できたことになる。1949年度生まれの学年より1学年遅い、1950年度生まれ4月2日から1951年4月1日生まれの学年の児童たちは、1957年4月の小学校進学時にはすでに前年9月に、 月刊誌、楽しい一年生が創刊されており、後に楽しい六年生が休刊するのは、1962年度末の1963年3月に発行された号を最後としており、これは同学年の卒業時である。同学年は、小学校卒業まで休刊や空白時期を見ることなく講段者の学年誌を教授できた、最初で最後の学年である。 1951年度生まれ4月2日から1952年4月1日生まれの学年。1952年度生まれ4月2日から1953年4月1日生まれの学年。1953年度生まれ4月2日から1954年4月1日生まれの学年。1954年度生まれ4月2日から1955年4月1日生まれ。 の学年、1955年度生まれ4月2日。1956年4月1日生まれの学年は、それぞれ、楽しい5年生、楽しい4年生、楽しい3年生、楽しい2年生、楽しい1年生の最後の高読対象学年であり、それぞれが6年時、5年時、4年時、3年時、2年時に、進級した1963年4月には、 講談社が、高読対象とする学年誌が存在しなかった。同様に、1956年度生まれ4月2日から1957年4月1日生まれの学年が小学校に進学した時には、講談社が、高読対象とする学年誌がすべて存在しなく、なっていた。以下は、国立国会図書館蔵書に見る、各紙における主な掲載作品の一覧である、 題名、作者名の後にあるひらがな表記等は、単純な読みがなではなく、すべて連載中の別題あるいは、別名、別表記、もしくはより知られた表記である。電気物の題名の後にある表記は、正確な人名である。楽しい二年生は、かつて存在した、日本の学年別の総合雑誌である。編集、発行講談社。1957年1月創刊。 1963年3月、休刊。楽しい3年生は、かつて存在した、日本の学年別の総合雑誌である。編集、発行講談社。1957年1月創刊。1963年3月、休刊。楽しい4年生は、かつて存在した、日本の学年別の総合雑誌である。編集、発行講談社。 1958年4月創刊、1963年3月休刊。全身雑誌は、幼年クラブで、1958年3月に発行された第14巻第3号を最後に氏名を変更、楽しい4年生へと発展した。講談社の学年誌、全6誌のうちで、唯一、新創刊ではない雑誌である。楽しい5年生は、 かつて存在した日本の学年別の総合雑誌である。編集、発行講談社。1959年4月創刊、1963年3月、休刊。楽しい6年生は、かつて存在した日本の学年別の総合雑誌である。編集、発行講談社。1960年4月創刊、1963年3月、 休館。講談者の学年誌のうちで最も短命に終わった。ありがとうございます。